こんにちは。皆さん、今回の動画ではスティーブ・ジョブズに焦点を当ててお話しします。さて、ジョブズがアップルで最初に打ち出したビジョンは、今日私たちが享受するデジタルライフスタイルの礎を築きました。しかし、彼がどのような革命的なビジョンを持っていたのか、それには理由があります。その背景には、ジョブズの持つ技術への情熱と、人々の生活を変える製品を作りたいという強い願望がありました。彼はテクノロジーを人々の延長として捉え、それを通じて世界をより良くすることを追求していました。例えば、初代アップルI。このマシンは、個人が手頃な価格でコンピュータを所有し、使えるようになる最初のステップでした。これにより、家庭にコンピュータが普及し始め、情報化社会の端緒となりました。続いて、1984年のマッキントッシュの登場です。このコンピュータは、当時の市場に衝撃を与えました。でも、なぜそんなに注目されたのでしょうか？その答えは、マッキントッシュが持っていたユーザーインターフェースの革新にあります。従来のコンピュータは文字ベースで操作する必要がありましたが、マッキントッシュは初めてのグラフィカルなインターフェースを採用しました。具体的には、マウス操作を主体とした直感的な UI。このシステムによって、多くの人々がコンピュータにアクセスする障壁が大きく下がりました。実際、当時の広告1984は、この新しい時代の到来を劇的に描写しています。しかし、成功の裏には暗雲が立ち込めていました。ジョブズがアップルを追放される原因とは、一体何だったのでしょうか？実は、ジョブズのビジョンは時に強引で、彼のリーダーシップスタイルは社内で摩擦を生むことが多かったのです。彼の意向と異なる意見を持つ者たちは、しばしば衝突していました。例を挙げると、当時の CEO、ジョン・スカリーとの関係。彼らの間には経営方針をめぐる大きな対立があり、それが原因で1985年、ジョブズはアップルを去ることとなったのです。この事件は、彼のキャリアの中でも最もトラウマ的な出来事と言われています。この3つのポイントを通して、ジョブズのアップルでの初期の成功と失墜を見てきました。しかし、彼の物語はここで終わりません。ジョブズのキャリアはアップル追放後も止まりませんでした。むしろ、新たな舞台、それがネエクスティでの挑戦でした。しかし、どのような思いで彼はネエクスティを設立したのでしょうか？彼は、アップルでの失敗を乗り越え、再び革命的な製品を作ることに情熱を燃やしていました。アップルでの経験をもとに、彼はさらに高度なコンピュータを作ることを決意しました。具体的には、NEXT コンピュータはその名の通り、次の世代を目指す高性能なマシンとして開発されました。このマシンは、高等教育や研究機関を中心に支持を受けることとなります。続いて、ジョブズとピクサーの出会いです。この出会いが、映画業界に新風をもたらすこととなりました。だが、なぜ彼はアニメーション業界に足を踏み入れたのか？その答えは、彼の持つ技術への情熱と、新たな領域への挑戦欲が背景にあります。彼はピクサーの技術力を見抜き、その可能性を最大限に引き出すことに注力しました。例を挙げると、トイ・ストーリー。この作品は全編 CG アニメーションで制作された最初の長編映画であり、アカデミー賞を受賞するなど、大きな成功を収めました。ジョブズのビジョンはこうした斬新なアイデアを実現する力があったのです。そして、ジョブズはNEXTとピクサーでの成功を背景に、再びアップルの舞台へと帰ってくることとなります。それはどのようにして実現されたのでしょうか？実は、彼の成功はアップルにとっても無視できないものとなっていました。特に、NEXT の技術は、アップルの新しい OS の開発に大きな影響を与えることとなります。具体的には、アップルが NEXT を買収することで、その技術を取り入れる形となりました。この買収は、ジョブズのアップル復帰の大きな布石となりました。彼の再登場により、アップルは新たな時代へと突入するのです。1997年、アップルの未来は暗く、会社は破産の危機に瀕していました。しかし、この危機を救ったのは、
かつての創設者、スティーブ・ジョブズの復帰でした。その背後には、アップルの方向性の喪失と、新しい革新的な製品の不足がありました。当時の CEO、ギル・アメリオのリーダーシップの下、アップルは市場での地位を失いつつありました。ジョブズの復帰のきっかけは、アップルが彼の創業したネ XT を買収したことにあります。この取引を通じて、ジョブズはアップルのアドバイザーとして参画し、後に CEO として再びリーダーシップを取り戻しました。2000年代初頭、アップルの名前は再び輝きを取り戻し始めました。その主役となったのは、ジョブズのビジョンが詰まった革命的な製品群でした。ジョブズの復帰後のアップルは、革新的な製品を次々と発表しました。彼のビジョンは、技術だけでなく、デザインや使いやすさにも重点を置くことでした。2001年の iPod の登場は、音楽業界に革命をもたらしました。そして、2007年の iPhone は、スマートフォン業界のスタンダードとなりました。さらに2010年には、iPad が登場し、タブレット市場を席巻しました。ジョブズの死後も、彼のビジョンと哲学はアップルの DNA として残り続けました。それは、世界中の多くの人々の生活を豊かにする製品を作り出す情熱に他なりません。彼の哲学の核心は、単に製品を売るのではなく、素晴らしい体験を提供することでした。この哲学は、アップルのすべての製品やサービスに影響を与えています。例えば、アップルストアは、製品を購入する場所以上の存在として、顧客とのつながりを深める場所として設計されました。また、彼のThink Differentのスローガンは、アップルのイノベーションの精神を象徴しています。